2つ目がハイパーラプスですね。最初の通常のタイムラプスは自分はその場所を基本的には動かずに撮影をするんですけど、ハイパーラプスっていうのはこう自分が動いていくタイムラプスになります。動画の中ではその神戸大橋っていう橋、赤い橋をこう、のタイムラプスだとか、あと五箇山っていう合掌造りの家のタイムラプス、それから東京駅を進んでいくっていう、この3つのタイムラプスがハイパーラプスだったんですけど、やり方は2つあって、まあ、こういうカメラをですね手持ちでも行きます。まあ、なんかストラップとかここにぶら下げてですね、ピンと張って撮影をしていくっていうのが一つのやり方と、あとスローシャッターやるときは三脚立てて、三脚は一脚でいいです。で、スローシャッターしながら1枚ずつ撮りながら一歩ずつ、タイルがあったらその一マスずつ動いていったりとかっていう、だから1枚撮って動いて、1枚撮って動いて、1枚撮って動いて、1枚撮って動いてっていうのを繰り返していく、結構根気のいる撮影方法になります。手持ちでやると三脚わかるけど、手持ちでやると絶対ブレるじゃないですか。それは、Adobe さんの After Effects っていうソフトウェアがあって、そこにワープスタビライザー VFX っていう、そういうエフェクト機能があるんですね。それがブレ補正をする機能なんですけど、それを使ってブレないように作るというようなのが一般的なやり方ですね。はい、でタイムラプス3つ目がホーリーグレール撮影っていうやつですね。ホーリーグレールタイムラプス。でホーリーグレールっていうのは何かというと、キリスト教の最後の晩餐っていう、まあ、場面に出てくる礼拝のことを指すそうです。で意味はタイムラプスの用語で実現するのが難しいことっていう意味なんですね。私最初にタイムラプスの勉強しようと思った時に海外のサイト見に行ったら、このホーリーグレールっていうのが結構出てきて、何のことなんだろうと思ったんですけど、昼間から星空、デイトゥーナイトですね。で、星空から朝、ナイトトゥーデイ、この、いわゆるマジックアワーっていうその日の出日の入りの時間帯を含む撮影に関しては、露出変化がすごい激しいので、それを滑らかに表現するのがもう至難の技だったっていうふうに言われてるんですね。だから昼間の撮影だったら感度100、F2.8、シャッタースピードが4000分の1とか8000分の1からスタートして、だん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 遅くなっていって、最後星空のまで行くと感度6400、2.8、15秒、20秒、30秒とか、そういうような露出になってくるんですけど、その間どんどん露出が変わっていくんですね。で F 値を変えるとかは基本的にしないんですよ。 F 値変えると周辺言語がこう改善されていくじゃないですか。あれがですね結構かっこ悪いので、基本的には F 値は固定で、シャッタースピードの感度で調整するのがホーリーグレールなんですけども、これをやるのにですね、まず必ず必要なのがそのタイムラプス用の専用のソフトウェアで、これを使って滑らかな露出の表現をするんですけども、撮影方法としてはまず1つ目、手動、刻々と変化する、空の状況に合わせて感度を下げていく、露出を下げていく、もしくは反対ですね、感度を下げていく、露出をだんだん速くしていく。で手動でやると露出が下がってでやら上がって下がって上がって下がって切り替えたら上がってっていう感じでカクカクするんですよ。でこれを滑らかにするのが露出平滑化、露出平準化という機能になります。最近のカメラには結構これ入ってます。で何かというと、それをオンにしてタイムラプス撮影すると滑らかに露出が変化していって、チカチカチカっていうか、明るくなったり暗くなったりっていうフリッカーっていうんですけど、そのフリッカーが、出づらい、動画として、表現ができるっていうのが露出平準化平滑化なんですね。じゃあそれを使えばホーリーグレールできるんじゃないのっていう話なんですけど、実はこれも限界があって、夜景までとか、あと夕日が落ちるまでとか、逆は絶対できないですね。星から朝は普通のカメラのオートの機能を使って、例えば絞り優先とかにして露出平準化平滑化をオンにしてもやっぱりできないです。まあそういった手動でやってソフトウェアで補正するっていうのが一つ目になるんですけども、二つ目がですね、ここにあるニコンのカメラを使うっていうのが二つ目になります。ニコンのこれ Z6 っていうカメラですけど、 D850 以降のカメラにはオートホーリーグレール、自動的にその露出を下げていって星空まで行けますよ、もしくは星空から朝方の撮影ができますよっていう機能が入っちゃってるんですよ。なので私ニコン使ってるんですけど、ニコンさんのカメラの場合はカメラの中で設定をすれば、そのオートホーリーグレールが表現できちゃって、ソフトウェアがなくても星空まで行けます。ただ制限があって、
固定撮影のみですね。あくまでカメラの中で、設定をして撮影開始ってやるとオートフォーリーグレーできるんですけど、ローテーターとかレールとかスライダーですね、そういうのを使うと、露出のトリガーっていうのがモーション機器から行くんですよ。そうなると外側から来たリリース信号に対してオートフォーリーグレーはできないので、あくまで三脚の上にカメラをセットしての状態でオートフォーリーグレーが可能になります。まあそれだけでもね、かなり楽ちんになるので、私は重宝している。まあ2つ目はこのニコンのカメラを使うっていうのがありますね。まあ、このニコンのカメラを使った、オートフォーリーグレールの撮影の方法っていうのは、今後の動画でも紹介していきたいなと思うんですけども、3つ目として挙げられるのが QDSLR ダッシュボードっていうアプリを使うこと。こういうタブレットを私は使ってるんですけど、 Amazon の Kindle を Android 化してるんですけど、これやり方はネットで出てくるんですよね。まあ普通、そうじゃなくて普通の Android タブレット、もしくは Android 携帯でもいいです。 QDSLR ダッシュボードっていうアプリを使って露出変化を自動的にしてくれるっていうやり方があります。ただこれですね、機種が限られるんですね。ニコン、キャノン、ソニーが対応してるんですけど、このアプリ。ソニーは無線だけなんですね。Wi-Fi だけで。で、Wi-Fi って接続切れるんですよ、途中で。必ず。なので、基本これ有線で繋げてやるのがおすすめなんですけども、ニコンとキャノンのみいけます。で、なかなかこれもね、うまく繋がらなかったりして、結構難しいんですけども、まあ、なんとかコツをつかめるようになれば、まあ、その機材の癖とかね、こういう時に動作するしないとかあるので、そういう癖をつかめば何とかできるかなというふうに思います。で、Apple だと iPhone、iPad でもこの QDSLR ダッシュボードあるんですけど、名前がコントロールマイカメラっていうですね、すごくわかりやすいタイトルになります。で、そっちはですね、基本 Wi-Fi 接続だけみたいなので Android がおすすめです。なのでこの QDSLR ダッシュボードを使ったオートフォーリーグレールというのが3つ目。最後にご紹介するオートフォーリーグレールの方法が、このタイムラプスプラスビューインターバルメーターっていうのを使うことですね。これカメラの上に、私富士フィルムのカメラでオートフォーリーグレールやるときにこれ基本的に使ってるんですけど、これですね、日本で手に入らないんですよ。まあ見ての通りですね、ちょっと武骨な感じで、ザ・アメリカ製みたいな感じなんですけど、海外から直接買うしかないんですね。で、これはサイトのリンク貼っときますけど、基本的にはそのキャノン、ニコン、オリンパス、富士フィルム、パナソニック、ソニー、ペンタックス以外は対応してるみたいなんですよね。先日動画で書き込みいた、コメントいただいた方とこの話になりますけど、ペンタックス以外はこれ使えるみたいです。で、これを使ってオートフォーリーグレール。これね、そのうちどっか日本のどっかのお店で扱ってくれないかなと思うんですけど、4、5万するんですけどね、まあ、これすごく便利な商品なので、一応これの扱い方も触れたいなというふうに思います。はい、というわけで、まあ、通常のタイムラプス撮影、それから固定パンティルとスライダーレールモーション、この3つがありますよということと、それからハイパーラプス、最後にフォーリーグレール撮影ですね、明るさの激しい時間帯を、撮影して、それを、まあ、後でソフトウェア、さっきご紹介した LR タイムラプス、パノラプス、TLDF タイムラプス、デフリッカー、まあ、こういったソフトを使って露出平滑化平準化をするっていうような流れ、まあ、この3つの要素がある感じですね。で、まあ、それとは別に一つ、ご紹介しておきたいのが、動画として後で編集するのが必要になります。やっぱりワンシーンワンシーンよく撮っても、それを一つの作品として一つのテーマで動画を作った時にどう仕上げられるかっていうセンスの問題っていうのが必ず磨かなきゃいけないところが出てきます。私がすごく、気にしているところは、やっぱりそのどう生かすも殺しも編集次第、まあ、例えば20秒ぐらいタイムラプス、長く撮ったタイムラプスがあっても、動画作品としてどう見せたいか、20秒そのまま見せて、ああすごい癒されるなみたいな感じになる時もあれば、テンポの良いタイムラプスにした時は、それを短く圧縮早送りしたり、もう途中で切ったりっていうことも必要になってくるので、まあ、そういったことを駆使しつつ、いかにその視聴者が見やすい、楽しめる動画にするかっていうですね、テクニックが必要になっていきます。まあ、その動画を作る上で重要なのが音楽になりますね。音楽もまあフリーで使えるダウンロードサイトとか、まあ、この動画でも紹介していきたいなと思いますけど、
私ちょっとそこはね、ミュージシャンやってるので自分でその動画を、動画に音楽をつけることができるんですね。通常は音楽を先に決めてそれをパコッとはめてここに動画をこう差し込んでいくと、タイムラプスを動画を差し込んでいくっていう感じなんですけども、私の場合ですと、あ、この流れでこういう風に動画見せたからこういう音楽つけようとかで私ができるので、ちょっとそこは参考にならない部分が多いかもしれないですけども、そういった音楽をつけてテンポよく、視聴者にどういう風に見せるかっていうですね、センスのところが変わってきます。動画の編集用のソフトウェアっていうのは必ず必要になります。アドビのプレミアプロ、エディウス、ブラックマジックデザインのダヴィンチリゾルブとプロのファイナルカットプロですか、まあ、この4つが多分一番使ってる方が多いやつだと思うんですけども、こういった動画編集用のソフトウェアの力を身につけるっていうのも必要になっていきます。プラス一つ勘違いしやすいのが、写真の素材からできてるのがタイムラプスなんですけども、結果としてアウトプットは動画なんですね。なので何かうまくいかない、何か撮れないフリッカーなり、動きなりっていうのがあったとして、写真のレベルでどうにかしようとしてもやっぱ限界があるので、動画用のソフトウェアでそれをなくすっていう作業が、そういう考えの切り替えが必要になります。例えばフリッカーで、フリッカーっていうんですけど、フリッカーを軽減する動画用のソフトを使ったり、ノイズリダクションも動画用のノイズリダクションを使ったりっていうのが、必要になってくる場合がありますので、元素材は写真なんだけど、結局アウトプットは動画なので、動画用の、何かしらの処理も必要だよっていうふうに考えを改めて、何が何でも写真からどうにかするっていうふうに考えない方がいいんですね。そういう動画へのその適合スキルというか、それも必要になりますし、動画から入ってくる方は、まあ、その写真の適合スキルっていうのも必要になると、両方必要ですね。なので写真でもあり動画でもあり、その中間の存在っていうのはタイムラプスっていうすごく面白いところでもあるので、そういった動画編集、写真編集両方駆使して作品を作るっていうことを、念頭において学んでいっていただければなと思います。今日はそのタイムラプスの種類、などなど、タイムラプス何ぞやっていうことに関してちょっと話をさせていただきました。でここからはまた、ここからピンポイントでやっていきます。今日ですね、やったのタイムラプスの話だけなんですよ。タイムラプスの話だけでもざっくり言ってここまでの量があるので、私他にも星系写真も天体写真もね、皆さんにご紹介したいので、もうやりたいことだらけなんですよね。しばらくはこうネタに困らない感じだと思いますので、徐々に投稿していきたいなというふうに思っています。あと私がこうタイムラプスを語る上でですね、ぜひとも知っていただきたい、先生が2人、オーロラ写真家の田中雅美先生っていう方と、タイムラプスフォトグラファーの岡浩一郎先生っていう方、そのお二方にすごくお世話になってるんですね。2人とも、それこそタイムラプス黎明期からタイムラプスやってる方で、私タイムラプス始めたの7年前ぐらいですかね。でその時にちょうど LR タイムラプスとか出始めて、ホーリーグレールの撮影ができるようになったんですけども、その前からお二方はやってらっしゃったんですよね。田中先生はオーロラだけに限らず、野鳥とかスタジオ撮影とかもう撮れないものないんじゃないかぐらい幅広く撮影されている方なんですけども、オーロラを VR パノラマ、当時今までこそそのリコーのシータとかそういうやつで手軽に、VR 撮影できるようになりましたけども、当時そのカメラを4台並べて、画素数の高い状態で、パノラマ撮影をしてですね、でそれを VR でオーロラで、タイムラプスをやってたっていうですね、かなり先駆者な方なんですよね。まあ、そういった方、その田中雅美先生がまず一人と、それから、タイムラプスフォトグラファーの岡さんは、多分日本で LR タイムラプスっていうソフトウェアを広めた方だと思います。語学がすごい堪能な方で、それこそ LR タイムラプスを開発したガンサーさんっていう方がいるんですけど、そのドイツにお住まいなんですけどね、その方と直接連絡を取って、使い方の指南を手ほどきを受けたっていうのが岡さんなんですよ。で私はその岡さんからまた直接手ほどきを受けたので、すごく恵まれた環境、このお二方からいろんなことを教わったんですよね。なので私を通じてその師匠の二人のことも、
ぜひ知っていただきたいなと思うので、リンクを貼っておきます。その高田のそのサイトもぜひ見に行っていただければなと思います。この動画が気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録といいねで応援していただけると嬉しいです。あとコメントをいただけると、私基本的に今のところ全部返してますんで、いただけると嬉しいです。まあ、そういった感じですね、自分のモチベーションが上がればもっともっと有力な情報をこう提供したいなっていう感じにもなってくると思いますので、引き続きですね、楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。それではさようなら、バイバイしたっけねー。